製造ボムの前段取りに加え、ジグや金型の切り替え段取りをスケジューリングできます。ここでは、主資源、副資源の切り替えによる段取りのスケジューリング方法を学習しましょう。AX を作るときに、プレス1を主資源、モールド1またはモールド2を副資源として用います。プレス1上でモールド1からモールド2に変えるときには段取り時間が120分必要です。これを資源段取りテーブルに設定します。モールド2からモールド1に切り替えるときには20分の段取り時間が必要となるように設定してあります。スケジュールしてみます。モールド1からモールド2に切り替えるときにはプレス1上で120分の段取り時間が発生しています。一方、モールド2からモールド1に変えるときには、プレス1上で20分の段取り時間が発生しています。副資源の切り替え段取りの詳細、段取り時間の詳細は、これらのページをそれぞれご覧ください。